さんこんにちは、リアです。また前置きが長いと怒られてしまいました。すいません。今日もやっていきます。本当にもうね、できるかどうかはやってみないとわからないんで、一切サンプルなしなので、あのシンプルなハウトゥーをお求めの方はごめんなさい、向いてないかもしれない。お気楽極楽にどんな感じで作ってるかな、ついでに作れたら面白いかなっていうぐらいのノリで見ていただけると嬉しいです。今日は前回の縫わないバッグ、帯でリュックの残りの帯がこんだけ残ってます。これでめっちゃ久しぶりに帽子を作ってみようと思います。帽子はね、15年ぐらい前にね、まだママやったって、ママやった時に作ってかぶってたんですけど、めっちゃ久しぶりにやるから作り方忘れてるかもしれん。帯から帽子を作ったよ。用意するものです。適当な袋帯なら 1m、 布地なら 36cm 幅のものを 1m を表分と裏分をご用意ください。接着芯は表分ぐらいで大丈夫です。型紙通りに布をカットして表地に接着芯を貼っておきます。型紙は LINE アカウントから配信しています。ということで型紙用意しました。いつものように LINE でダウンロードしていただけるようになってます。もし気になる方は私のこの動画のタイトルの下に LINE のお友達登録先が載ってますので、そちらで登録していただくか、 LINE 検索で一貫張りリアンで出てきますので、一貫張りリアンでお友達登録していただくと今までの動画の型紙が無料でダウンロードできるようになってますので、よかったらそちらからダウンロードしてください。ダウンロードの仕方とかプリントの仕方がわからない方のための動画も作っております。そちらのリンクも下に貼ってありますので、よかったら見てください。 iPhone 用やけどね、それ以外はわからないの、ごめんね。ということで今回の型紙は3枚、トップとプリムと横です。で、わーってなってるのはわーね、2つ折りにして取ってねってことで、それで作りました。これ生地2つ折りにして取ってもらうより、型紙の段階で2つ折りにしてもらって取ってもらう方がやりやすいと思います。それで今日は段取りよく、もっとったあるねん、こういうこと。このトップは切って丸のまま、プリムと横はまず横ね、わーってなってるやつ切り抜いたらこんな感じ。大きい紙を2つに折って2つに折って、で、このこれをこう重ねて切り取ってください。そうするとこういうのになる。これ2枚。別に1枚ずつでもいいんですけど、柄とか生地の配置するときにもう実際の材料と同じ数だけあった方がやりやすいです。プリムもこれはで切り取って、それで大きい紙をこれのっけて、ダーッと切って開いたらこんな感じのものを2枚用意しました。今日段取りいいでしょ、もうちょっと段取りよくしていきます。それでこの間ちょっと切り損じたやつとか、サイズ間違いで切ったやつなんかがちょうどええ具合に残ってます。これでどうやって配分していくかっていうと、この時に生地がギリギリしかない時とか柄みたい時は同じだけあった方がいいんですよ。これトップこれで足りるね、ポンとどこか自分の好きな、あんまりギラギラじゃない赤い帽子を作りたいから赤いとこを中心に、これ縫い代込みです。外側の線が縫い代込みの線ね。でこれよいしょ、ちょっとちっちゃいのがあるからこれでね、横をこんな感じで配置したらどないやろうか。縫い代で切ってあるから安心ね。これでちょうどぴったり取れるでしょ。でこの長いやつは、これはちょっとね、プリムのここの帽子のつばのとこやねんけど、ちょっとこれすっごい分量いって足らんねん、ギリギリここが足らん感じになる。だからちょっと配分しておいてみて、ちょっとカーブとかつけてぐるぐる回してみて、どうやったらいいかな、どうやったらいいかなってこう並べながら、
ギリギリの端っこも、これは柄選ばれへんぐらいギリギリ。ここがギリのラインかな。結構この端っことか縫い代の端っこちょっととかはね、はみ出でもいいと思うねん。それでちょっとここのプリムのここがちょっと短くなるでも帽子ギリ作れそうやから、これで取ろうと思うんじゃ。普通こんなギリギリで取れへんよね。あー、いけそうな感じがする。あ、いいんちゃう、いいんちゃう。ちょっとずつ縫い代の端っこが欠けますが、こんな感じでギリに取っちゃう取っちゃいたいと思いますじゃあ切っていくよ。本当はカッティングボードでぐるぐるとしたいとこやけど、私が動こうか。私が動きます。それでこれは袋帯やから、裏もあるから一気に切っといたら、帽子の裏側と表側のパーツがいっぺんに切れて一石二鳥。普通の布で合う人はその辺ちょっと工夫してくださいね。切れたかな。はい、こんな感じで、こういう感じ。これちょっと裏の帯芯取っときます。これゴミね。でこれこう裏も一石二鳥で取れました。こんな感じで全部取っていきます。はい、切れました。それでさ、このこれどうしよう、切っちゃう、それとももうジグザグで縫っちゃう、ガガガガッと、それとも知らんかったことして普通に縫っていく、普通に縫っていこう。でやりにくかったらまた考えよう。そうしよう。じゃあミシンの用意します。やっぱりこのビロビロとか、ちょっとこうつながってるところはいいけど、こうビロビロになってるとこはカットすることにしますわ。それで接着芯貼ろうと思う。で落ち着くような気がするからね。で接着芯は型紙の大きさに切ってくっつけることにするね。もうやっぱ切らん方が良かったって後で言うかもしれへんけど、そういう時はまた後で言うわね。こうやって切っていく。結構な量あるから全体切った方がええかなとかもちょっと思ったけど、あれやからね。はいはい、よしよし。じゃあこんな感じに切ったんで、今から接着芯貼ってくる。おっ、私今日はめっちゃ丁寧に作ってるよ。なんでやろ、失敗したら後がないからかな。じゃあ忘れないうちに合い印つけとく。縫うときに印つけとくと便利やからね。まずトップ、あ、接着芯貼った。結構しっかりした接着芯貼って、なんかいいかも、バラバラしないから仕事しやすそう。ジグザグミシンかけたりロックミシンかけたりしようかと思ったけど、接着芯が一番すっきりするかも。いや、これで合い印つけていくね。この模様を見て自分で前と後ろどっちがいいか、別にどこでもええわと思ったらいいんだけど、半分に折ってちょっと切り目、ちょっと接着芯だけでも切れてたら、縫い代今日 0.6 とか 0.7 ぐらいしかないから、よいしょ、あんまりバツって切ったらあれやから、切り目入れといてもええし、ちょっとこれペンで書いといた方がええかもしれん。ちょっとアイロンで消えないペンで書いとく。今回アイロンいっぱいするんで、アイロンで消えないペンで書いとく。どうせ裏になるとこやからいいです。でこのこれの半分も、でも半分半分のところに印つけとくよ。薄いやつとかやったら V 字に切り込み入れといたらええと思うんですけど、ちょっと今回分厚いから切り込み入れたら分かれへんような気がするな。どうやろう、ボールペンで書いてる。今日はいっぱい何回もアイロンかけるのでボールペンで入れちゃう。で裏地の方は V 字で切り目入れとこうかな。
中心中心に入れとくよ。トップは 4等分にして4箇所で、他のところは中心に上下ね、でこんな感じに上と下両方につけとく。パーツパーツつけるときに合い印あった方が合わせやすいからね。はい、じゃあこれで表ついた。次裏ね。裏はこれ薄いから V 字で切っといてもいいと思う。はい、OK。印ついた。じゃあこれでミシンやっていくよ。はい、じゃあね、ちょっとトップから作っていきますよ。丸いところとサイドのところを縫い付けていくの。だからまずここ、トップ。横ね。横なんていうんやろ。クラウン。クラウン。ここがプリムで、ここはクラウン。縫っていきます。横のパーツを中表に重ねて縫います。この横のパーツを2枚重ねて、ここの横を縫ってください。縫い代は7ミリぐらいです。アイロンで開きましたら、このトップのパーツをセットします。待ち針で細かく打っていきましょう。で、しつけをかけて、ここをミシンで縫い合わせていきます。トトトトトってね。裏の生地も同じように縫っておきます。を作ります。中表に合わせよう。この台形のやつ、中表に合わせて、で、縫い代を写してないけど 0.7センチ、7ミリで縫い代を取ってあるので縫っていく。それで、表と裏同時進行でやっていくよ。同じ作業は同じにやっていく。そしたらアイロンかけるタイミングとか楽ですからね。ドキドキやわ、久しぶりやから。ちゃんとできるかどうか心配そんなんでやるなよってやる。はい、一気これ中表に合わせて待ち針止めとく。じゃあさ、ミシン動くかな。ミシンスイッチオンするよ。ミシンスイッチオンするよ。ほら、今日もつけへんね。今日もつけへんね。時はこれついた見た。ここ叩いたらつくの。毎回叩かなあかんのかな。そんなんでミシンええんかな。ちょっともう次の新しいミシンの目星もつけてるんやけど、でも修理したらまた続けられるから修理やな。まずエコで修理やな。あ、それでまたいつものこと言うから、いつもの人は飛ばしてくださいね。私のミシンのここには押さえの横にメモリがついてます。だから縫い代のラインを引いてなくても、この横に針から何センチっていうところを見て縫っていくと縫えるんですね。で、ここのミシンのところにメモリがない人は、ミシンの針のとこから1センチとか、今日は7ミリやから7ミリのところに、私1センチのところに引いてあるんですけど、ミシンのとこから1センチのところとかにマスキングテープ貼るなり印つけていくと便利ですよ。私は7ミリのところの目印あるからつけないけど、ない人はここにマスキング貼ると目印になっていいと思います。毎回ね言うてごめんね。でも初めて見る人もいるやん。7ミリのところで、なんかお腹空いてきたな。ここに置いたらお箸取る。反対側も7ミリね。そうよ、まあ、ええけど毎回叩く名物コーナーになっちまうやん。これせっかく待ち針つけたけど邪魔ミシンの押さえがしっかりしてるから、職業用ってがっつり押さえてくれるからいいんですよ。ふにゃふにゃしないんですよ。馬力あるし、もう家庭用には戻れない。接着芯すごくいい。ベロベロしない、縫いやすい。はい、こんな感じに縫えたからアイロンで割ります。ふい、ちっちゃいアイロン台。ふい、ちっちゃいアイロン台。ちっちゃいアイロン台。これ角っこ作ってね。このアイロン台ももうちょっとヨレヨレになってきたけど、私作ったやつよ。よいしょ、昔まだ YouTube やりだした時に、コテ台をアイロン台張り替えて、ちっちゃいコテ台も一緒に作ろうと。和裁で着物を縫いたくって、コテ台っていうのを買わなあかんかってんけど、コロナで出歩くの嫌やったから作ろうと思って作ったの。
よいしょ。もう最初さ、コロナになった時ってさ、もう海のもんとも山のもんとも分からへんから超恐ろしくてさ、本当に家にこもってたよね。2週間ぐらい出ないで、もっとかな、ずっとこもってたよね。怖かったわ。今はさ、予防接種とかやって、よいしょ、だいぶ出れるようになったけど、本当最初怖かったよね。このアイロンとかもすごいご質問が多いんですけど、私の洋裁道具とかご質問の多いカッターマット、ローリングカッターなどはこの動画のタイトルの下をクリックしていただくと概要欄が出てきますので、そちらに Amazon のリンク貼ってますので、よかったらご覧ください。はい、縫えました。じゃあ次トップとくっつけていくよ。これまん丸やから、あの楕円のやつとかたまにあるけど、今回のトップはまん丸なので、まん丸でやっていきます。合い印ね、4箇所ついてるでしょ、こことここと。でこれちゃんと中表合わせて、合い印と合い印を合わせて待ち針、反対側も合い印と合い印を合わせて待ち針、よいしょ。おー、楽しい楽しい。でさ、帽子って結構サイズが難しいのよね。だからみんな大きく仕方教えてとか聞かんといてね。もうちょっと細かくたぶったらどうしようとかちょっと思ってる。もうめっちゃ久しぶり帽子しようと思って、もう帽子しないかなと思って、この間掃除の時にいっぱい作った後、帽子の型紙捨てちゃったんです。でこれわずかに残ってた基本の帽子、サファリって形に、私学生のところ雑貨屋さんでバイトしてたから、当時サファリとかなんかいろいろ教えてもらいました。でこんな感じでトトトトって塗っていくんですけど、さすがに今日はしつけかける円はね難しい。しつけ、リアンさん、しつけかけるのコーナー、しつけかけるよ。この針いけるかな。輪針と洋針があって、これは洋針やね。このね、輪針はね、干しつけ糸この機械通れへんのですわ。便利っしょ、これ楽々よ。私こんだけものづくりやってきて、しつけかけるの初めてかもしれない。これだいたい 0.7 ぐらいやったっけ、 0.7 ぐらいだから、ちょっと 0.6 ぐらいのところにしつけかけとく。もう雰囲気適当でいい。え、なにこれ、木なしも、なにこれ、しつけなんかめったにかけへんからさ、かれへん。もうじゃあこれでくるっと塗っていくね。ちょいちょいちょい。私この間、新大久保っていう東京にあるんですけど、韓国食材のお店とか韓流スターのグッズとか売っている町に初めて行ってきました。すごい面白かった。私はお料理が好きなので、食材とかあとお化粧品とかも楽しかったですね。韓国インスタント麺買ってきて、もうドハマりして毎日食べてる。もう辛い、甘いんだけど辛いんですよね。ヒーっていうぐらい辛いんですけど、ちょっとアホちゃおうかなって思うぐらいハマってます。太ったらそのラーメンのせいやと思ってもうキムチとか大好きです。昔あの冬のソナタっていうチュンさんの韓流の走りのドラマで、あんまりなんかプンプンってなりそうやから、何がプンプン、最後合わなくなりそうやから玉結びしてないです。じゃこれでミシンかけていきます。こうやって縫うより、こうやって内側を見ながら縫った方が縫いやすいので、こういう感じで縫っていくね。広げて、でちょっと気持ちいい縫い代の1ミリ内側ぐらいを縫ったつもりなので、こういう感じでちょっとずつね、で裏が重ならんようにちょっと途中途中で気をつけてあげてね。真面目にやってるから黙ってるよ。はい、縫えた。で、しつけ糸取るね。はい、取れました。じゃあこれをアイロン当てて、これを割るんやよね。そうすると、ここに必要なのはタオルです。はい、昔は帽子用にアイロン台をこう、炭酸せんべいの缶にこう詰め物して作ってたんですけど、まあそんな今日はいっぱいも作らへんので、こうやってタオル丸めて、こんな感じにして、アイロン台にしたいと思います。
よいしょ、こうやってほらね、でこうやってあげて、でアイロンで縫い代を割っていきます。こうやって割っていく。スチーム、ミシル、ちょっと水入れるか。黙ってる時はとっても集中してる時、ちょっと入れすぎちゃった。でちょっと動かして、こうやってでタオル入れて、こうやってちょっと先ちりがっちゃう、唇とんがっちゃうね。細かい時する時って唇とんがるよね。私だけ、あちちちあちちち、スチーム出したらあちは。やけど気をつけてね。ちょっとアイロンかけたらお昼ご飯食べる。一本の帯で最後まで遊ぶよね。ええやんな、楽しいやんな。よいしょ、はい、できた。ちょっとひっくり返してみる。ちょっと帽子の先っぽっぽくなったよね。じゃあこっちの分厚い方も同じように縫っていくよ。じゃあ母ご飯食べよう。はい、じゃあ続き、さっきのこれと裏と同じように表も縫っていくよ。はい、じゃあ俺もうすんげえ無理になって一生懸命洗ってた。ひっくり返します。お、なんかトルコ棒みたいな感じになってきた。いや、トルコの人に派手かな。先ほどのパーツができたら、表生地で作った帽子の形、裏生地で作った帽子の形を2枚合わせてセットします。裏帽子の上に表帽子をかぶせてひっくり返してください。そうするとこっちが表地になります。外表の状態ですね。中にしてこれをのっけて合わせね、2枚合わすんやけどずれへんように、ほらこうやな、こうやな、こうやって、でこことここをちょっと仮止めして、反対側もねちょっとやっとこうか。お、こんなところに赤い糸が通ってるじゃない、ラッキー。2本取りにしとく。だからずれないように仮で止めるだけやから、ちょいちょいと。そしたらここと、これいらんかったな、こことここね、のよいしょ、この縫い代止めとこうか。よいしょ、キュッとキュッと。黒帯で裏と表いっぺんにカットできたから楽ちんでしたよね。キュッキュッと、はい、縫いました。これ今外表になってるのをひっくり返したら、ちょっと帽子の全部半分の出来上がりが見えてくる。よいしょよいしょ半分できたよ、ほらよし、あ、サイズいい感じやね半分できたよ。こんな感じでね、帽子できました。じゃあここのプリムを作っていきましょう。こまめな掃除ね。もう今日はもう今日もこの帯いっぱい糸くず出るけど、今回でこれで使い切ったからもうないはい、じゃあここのつばを作ります。次のパーツを縫っていきます。プリムを縫います。プリムも2枚合わせてこことここを縫っていきます。表地も裏地も同様に2枚重ねてここを縫って開きます。くるりで中表に合わせて、外をぐるっと一周ミシンで縫っていきます。縫えましたらここから開いてください。でこれ外表の状態です。外表になりましたらアイロンで整えて周囲をぐるっと縫っていってください。2つあったでしょ、これね。これを中表に合わせて、ここを7ミリの縫い代で縫い合わせてアイロンで広げます。裏側も同じにするよ。ちょっとここ足らんかったとこ無理やり縫いました。キラキラしてる方が表やから、ここもちょっと足らんね。ちょっとずつ足らんのよね。でも平気、自分のだから。これちょっと 2,3 ミリ足らないだけでできないのよね。
でもやっちゃう。それじゃあアイロンします。ぐん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 。はい、プリム割ります。ほんとね、いつも言ってるけど、こまめなアイロンは上手にできる秘訣やからね。引っ張るよ。縫い代がいつもより、いつも1センチあるけど今日は 0.7 やからね。よいしょ。スチーム気をつけてね。あっちからね、うん、いいじゃん。 OK。 なあ、これもね、表側も同時進行でやってってるから楽ちんね。あまり動かないでするのが好き。よいしょ。よし、はい、できました。ほんならこれを中表に合わせます。合い印でね、中表、まずこの縫い目ついてるところはこうやって合わせたらいいね。分厚いからさ、この絹用の針だと曲がってしまうかも。このね、 外枠を縫っていくからね、ここの外枠を縫っていくから、こっち側に待ち針留めていくよ。ここの合い印とこの V カットとこのボールペン、合い印4箇所止めて、あとまんべんなく止めていく。こうね、カット、よいしょ、縫いますよ。ここも7ミリから8ミリやったね。じゃあさっきちょっと切ってて、ここの丸が足らなくてまっすぐになっちゃったとこだけは、縫い代、ここをちょっと幅広くしました。ここが足りなかったからね、ここ幅広く取りました。それで角っこのちょっと足りなかったところ、縫い代内で収まりました。こっちもちょっと足りなかったところね、カットするときにここもちょっと足りなかったところも縫い代内で収まりました。よかったです。そしたらアイロンにかけて広げていきます。タオルいる？タオル入れる？割る？割る？で、こうやってキュッとタオル入れて、キュッとここタオルね、ここキュッキュッてやって割る。切り目今回入れへんね。割りましょうか。スチームね、ガンガンね。よいしょ。今日ご飯食べて満足してはるから来ないっすね。昨日シャンプー行ってきたから、ふわふわちゃんなのよ。ふわふわちゃんなの。これね、すごい当てにくいけど、コツコツと頑張れ、あたし頑張れ、あたし頑張れ、あたし頑張れ、うるさいって言うねで、どうしよう、すごい派手でアホみたいになったら、よしよし。朝起きて帽子やーってひらめいたんやけどな。久しぶりに作るでーって、遠足行けるよ。あー、これで一瞬当たった。で、当たったら返すよ、くりとね。よいしょ、こうやって、おー、ええやんか。で、今度表から裏が見えへんようにちょっと引っ張って、今こんな感じ、裏見えてるでしょ、これ裏見えないように引っ張ってアイロン当てるよ。そしたらさ、ゆっくりね、よいしょ、いけた。はい、ちょっといい感じですね。そうしたらここ表を端っこミシン当てて落ち着かせますよ。3ミリから5ミリぐらいかな、5ミリぐらい、生地分厚いからちょっとやってみましょう。5ミリぐらいかな、よいしょ。ゆっくりね、返し縫いして、で、5ミリの目盛り見ながら縫ってますよ。ちょうど私のミシンの押さえの幅が5ミリぐらいだから、押さえの幅で縫っていくとちょうど5ミリ。毎回言うてるけど、できた。うわー、プリム。じゃあ次はこれとこれ縫い合わせるよ。ここの丸い輪っか、プリムのパーツにクラウン、この帽子の形を縫い合わせます。この穴の中にこの帽子を入れてください。そしてここを待ち針などで固定してミシンで縫います。細かなところは動画をご覧ください。プリムとトップのクラウンの合体や。
中表、これがこうやろ、でこれがこうや、で縫い代と縫い代、この中に入れる、ポコッと、で縫い代と縫い代を、縫い代、ここちょっと家庭用ミシンの人はずらした方がいいかも、分厚いからここ待ち針打てれる、よいしょっと、あ、待ち針いがんだ、待ち針いがみました、ここと縫い代と縫い代4枚重ねて入れる、よいしょ、どうする、しつけ、このまま塗っちゃう、塗っちゃおうか塗っちゃおう、じゃあこれを7ミリぐらいのしつけの印しかつけてなかったけど、かなり分厚いから1センチ近く縫い代で縫います。でこう縫うんじゃなくって、こう中見ながらこうね、ミシンね、でないと進まないからね、入るかな、分厚いから1センチぐらいにします、ブシュ、よし、オッケー、ちょっと試しにかぶってみようか、縫えました。そしたらここにちょっとめんどくさいけどロックミシンかけていく、じゃあ用意するね、じゃあここジグザグミシンかけていくよ、分厚いからいけるかな、針はちょっと11号なのよね、ちょっとやってみます、いけそう、ゆっくりいく、よし、できた、でジグザグミシン終わりが近い、やったね、捨てたかなと思ってたんですけど、帽子のこれ、ここの頭のここのやつね、もしこれなかったらこのままで仕上げてくれてもいいし、これの代わりに綿テープ、何センチ幅かな、2.5 センチ幅ぐらいの綿テープを代わりにつけてもいいです。これをここにセットしていくよ、端っこをまず1センチぐらい折っといて、でここをくるってってカパッとするねんな、くるってってカパッて分からへんちゅうねんね、最後でええのか、一瞬の女、ここをここに沿って縫っていきます、ちょっと待ち針止めていくね、ここの今縫ったところの上の縫い代に縫い付けていく、これ帽子ベルト、某ユーザー、何でもユーザー屋さん、某ユーザー屋さんだ、で買いました。なんでこれつけるかっていうと、こうリバーシブルの時はこれつけないんですよ、リバーシブルもやったな、リバーシブルの時はつけないんやけど、これつけとくとあのファンデーションついたり汗で染みてきたりするのを防いでくれるっていうあれやと思うよ、どれやっていうの、でぐるっとこうやって、最後ここね、ちょっと長い目に切って、でここね、ここちょっと1センチほど折り込んで、よいしょ、でこうやって待ち針打ち直してあげたら、ほら綺麗じゃない、でここの縫い代を縫っていくん、だからここの縫い代を縫っていくんよ、こっから見ながら、この今縫った本縫いよりもこっち縫うとあかんよ、こっちのジグザグミシンかけたあたりを狙って縫っていきます、うまいこといきますように、待ち針こういう打ち方やったから抜きにくいやんな、待ち針の刺し方逆でしたよ5分前の私に教えてあげて、中見ながら、ほらこうやったら待ち針取れるやん、ゆっくりよ、ジグザグの際の感じね、できた、あとアイロンや、どこアイロンかけたらいいか見てみようかね、ももちゃんつまらんめっちゃつまらんそう、こうなってるやん、こうなってるやん、これをこうピコッと中に折り込んだら出来上がり、よいしょ、いや、ね、そしたらここやな、アイロンまず中から当てて、で詰め物して、よいしょ、お外から待てようか、そうしよう、そうしよう、でできた、どこ前にする、とりあえずここでピュッ、あ、でかでかいちょっとサイズ大きかったかもでかい帽子できた、こうちょっと日焼けしにくくてよろしいということで、どうでしょうかちょっと
トータルでリュックも持ってみるか。来いかな。ちょっとやってみます。はい、できました。帽子、今日は帽子作ったよ。で、この帯一本で最初に縫わないバッグとリュックサックとブローチと帽子を作りました。いかがですか、ももちゃん。ちょっと派手やね。めっちゃ派手な帽子になった、ほら。ちょっと恥ずかしい。これでこの3点セット、4点セット、ブローチはなしで3点セットがあれば、のみの市に行ったり、陶器市に行ったり、お子ちゃまの遠足付き添い行ったり、お孫ちゃんの運動会応援しに行ったりはバッチリです。つばが広いので、日よけにはかなりなると思う。日よけにはなると思う。で、後ろ当たるから、これちょっと折った方がいいね。で、日よけになると思うね。で、ちょっとお顔見せたい時はここちょっと上げてアップしてください。接着芯つけたからお仕事はすごい楽でした。で、これのでお出かけ行きたいよね。派手？あ、どうやろう。ちょっと小田切嬢さんやったら似合うと思うんやけど。派手？ちょっと見てみようか。まあ派手っちゃ派手やよね。まあ派手やよね。もうちょっと素材選んで派手じゃないのでやったら、ガンガン普段にもかぶって歩いていただけると思います。黒い帯とかええかもね。ね、黒い帯とかさ、黒じゃない、まあまあこんな金ピカじゃなかったらいいと思います。普通の布でも金ピカやって、金ピカじゃなかったらいけると思います。普通の布でも作り方は同じなのでやってみてください。サイズがちょっと大きいです。58から59センチぐらいあるし、ここの深さが深いです。それでも作ってみたいと思う人は型紙配布中ですので作ってみてください。皆様のご意見とっても参考になっています。ありがとうございます。心温まるグッドマークとかチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。コメントいつも励みになってます。なんかもう名前覚えちゃった人とかもいる。ありがたいことにたくさんコメントいただけるようになって、全部お返事しきれないところあって申し訳ないんですけど、すごく嬉しくてダメになってるので、よかったらコメント入れてください。目は全部通させていただいていますので、よろしくお願いいたします。これからも楽しい手作りどんどんやっていきたいと思います。今日もミシン動いてよかった、リアンでした。バイバイ。Thank you.
Thank you.